はい、皆さんこんにちは、ロッピーです。というわけでだいぶお久しぶりでございます。というわけでちょっと今働いてて、それもあって結構日にちが空いて、こういう風になってしまったんですけど、今回はちょっと僕過去うつ病で、今もこんな全然平気でビョーンってな感じなんですけど、こう全然うつがひどかった時、うつ病がひどかった時があるので、その時の一日の流れっていうのをちょっと再現してみたんで、よかったらご覧ください。それでは行ってみよう。ダメだ、読めない。なんか全部うさんくさそうだな。なんか話せる人いないかな。働かないで生きていけないかな。なんかないかな。ご飯食べる。今行く。まずはちゃんと生活しなきゃ。でもこんなやつ働いていけんのかな。今日も何もできなかった。明日も何もできないんだろうな。しんどい。
別に覚えてないし、オフラインや。